和食とはやはり、まあ、自分は和食の経験がここ御船で初めてなんですけれども、やはり思うのも、まあ、先ほど言ったように旬の料理を大事にしたり、季節を大事にする、あと日本人の心としてやっぱりわびさびとか、そういうおもてなし、そういう来ていただいた人を感謝するという気持ちは特に強いのかなとは思います。いらっしゃいませ。まあ、もちろん純和食のお刺身とかも出しますし、まあ、それであれば他にもたくさんお店があるので、まあ、比率でよく考えています。例えば9対1、9が和食、1がフレンチとか8がとか、まあ、極力和に近い方に力を入れながら料理を考えています。そうですね。ここニューヨークではたくさん和食がある中で、まあ、我々のように他の海外で修行を積んだものが、その和食をどういうふうに伝えるかっていうのを今ものすごく我々の課題にしております。なので、まあ、そういう和のトラディショナル料理を尊重しながら、我々の持っている新しい技術で、そういうまた新しいジャンルの新和食というものを作れたらいいなと。やはりフランス料理というだけあって、やっぱ本場で皆さん修行したいと思っているので、日本でしっかり修行していつかはフランスで働くぞって言って、今でも自分がなぜニューヨークにいるかというと、フランス料理と日本料理の共通点は、でこの料理を作りたいとか、そこはものすごく、まあ、四季を大事にするっていうのはものすごく一緒だなと思います。そうです。まあ、旬というものはやっぱりその素材一つに対して一番おいしい季節が1年に1回ありまして、それを10日前後で分けるものがあるんですけれども、まあ、料理人からしても一番おいしい、ものが安くで手に入るって、そしておいしい、すごく料理人としてもテンションが上がる季節であります。そうですね。例えば炙りとかであれば日本のテクニックだと思いますし、そこに例えばフランスの伝統的なソースに土佐酢とか、そういう伝統的なソースを組み合わせた香りをフュージョンさせたものとかはよく使います。まあ、包丁、日本の包丁であれば片刃ですね。でフランスとか洋包丁はこう両刃になっていて、ツーサイドから飛ぶというのがありまして、それによって使い方も全然違います。やはりああいうお刺身の技術とか、そういう、あと特に包丁の鉄の重さとかを利用して引くのが和食の方だと思います。例えば先ほどの卵かけご飯のテクニックなんかはサバイオンといって、特にスポンジケーキとかで使うテクニックなんですけれども、温度を入れながら回転させて空気を膨らませるんですけれども、そこに日本人であればみんなが知っている卵かけご飯、それをそのテクニックを使って、ああいう料理が生まれました。まあ、自分はフランスにいた時代がすごく長くて、一度も帰らなかった時代も長くて、まあ、純粋に懐かしい日本食を食べたいなと思っていた時に、やっぱり海外の方って卵を生で食べる文化がなくて、まあ、そこでなんか遊び半分でブーって炙っていたら、なんか面白いものができて、それを出したらみんなが美味しそうに食べてたので、これいつか自分の店でメニューが決めれることがあればやってみたいなと思いまして、それでできた料理です。
こちらが、ウニのロール寿司と、ポルチーニのトリュフ茶碗蒸しになります。こちらがホタテとサワラの炙りとマナガツオの刺身になります。こちらがエビの燻製炙りキャビア和えでございます。フォアグラ照り焼きご飯の卵かけご飯でございます。こちらがホタテのあられ揚げでございます。ホタテとあられを揚げまして、こちらをカツオの効いた出汁とカブのジュースで一緒に和えております。でこちらが銀だらの西京焼きパルメザンチーズのホーム添えでございます。非常にトラディショナルな銀だらの西京味噌漬けをすごく相性の味噌と相性のいいチーズの泡で合わせてみました。そこに日本のトラディショナルな焼きナスを添えてレンコンチップスと一緒に。こちらが熟成アンガスビーフ赤ワイン自家製の赤ワインソース添えでございます。今日本でみんなで言うおもてなしですけど、やっぱ迎え入れるウェルカムの気持ちですよね。この星の数ほどあるレストランの中で三船を選んでいただいて、もちろん料理が美味しいのも当たり前なんですけれども、本当に時間をいただいていたり、本当に帰った時にああ楽しかったなって思っていただくように今我々は調整しているところです。